さあ、今回もいってみましょう石丸真二 VS そのまま東ということで41分間の対談これ結構話題になったんですけどもそれ私ね全部見ました、えー、そしてねポイントも全部ね拾いましたと、えー、それを皆さんにグッと凝縮してお話をねしたいと思っておりますで、えー、今回お借りしたキャプチャーなんですけどもこれ東さんがやってますね MC なんですけどもそのまんま宮崎というのがございましてまあこれはね宮崎県とまあまあタイアップといいますかそういう形でやってると思うんですけどもその動画のねキャプチャーを10万円ほどお借りしました で今日のの動画の趣旨を最初に言っておきたいんですけども私は基本的にはこの石丸さんに対しましては、まあ、ちょっといぶかしい気持ちでね、うん、いるのは事実です。ただ、今回の動画はそういういねなんか石丸さんの揚げ足取ろうとかディスローとかねそれ一切ございません、えー。そういうことやる気なくてですね純粋にこの動画を見てでしかもですね私みたいにいろんなものを見てああだこうだ考えている人間じゃなくてうん小池さんにしようかと思ったけどやっぱり反対の蓮舫にしようとあでもなぐらいの程度の人がこれを見たら、ね、果たしてどう感じる かってことを主眼においてねえー、これを話を進めたいと思いますさあまずはじめなんですけどもやっぱりねまあ、東さんは話は上手いですわでね今回の動画を見ていますとこの石丸さんというのはどういう風うに映るか はいこれは間違いなくこうです。なんていい人なんだと見た人の多くは思うでしょう。だって、私ですらは思いましたもん。これ見たらね、ああ、なんてね、素晴らしい好青年が出てきたんだろうと、そう思うような動画です。で、これね、2つ理由がありまして、1つはね、やっぱりこの東さんのまあまあ運びのうまさですよ。さすがにやっぱりね、話はうまいですもん。そうでしょう。すごく話が上手くて持っていくと。だからね、動画のこう初期段階なんですけども、もう石丸さんがね、いやーこんな有名人の方と目の前でお会いできて、なんか不思議な 気分ですなんてそんなとこから入ってるんですけどもまあねうまいこと冗談とか笑いを取りながら話をどん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 進めていく、はい、これが一つそしてもう一つなんですけどもこれね大事なポイントなんですが東さんはい完全に石丸さんを応援しておりますシンパシーを感じるとはっきり言っておりましたとなるとこの2つの要因が重なればどうですかこの動画というのが悪い雰囲気になるってことはありえないですよねで私としてはねあの例の上野千鶴子さんのね話であるとかあとはそのドトールとかねそんなね石丸 皆さんがちょっと答えに窮するようなねそういう質問ガがんがしてほしかったんですけども、えー、とこの動画にはそういう雰囲気はございませんだから非常に、ね、いい本ー,ー,ーとした動画になっているんです。 さあ、それでね、下にほら、一発逮捕なんて書いてあるでしょ。これは完全な前振りの部分なんですけども、本来はね、ライチとかマンゴーとか、宮崎県の名物をお出ししようかと思ったんだけども、これね、公選方法になっちゃうんだと。だからね、えー、実際出してお茶ぐらいならいいんだけども、そのぐらいだったら一発逮捕はないんだけど、本当は出したかったんだよねと。まあ、そんな話をね、していたわけなんですよね。さあ、それで、この辺からなんですよ。 見てくださいこれ東さんがねこれは応援とかじゃないですからねと、えー、今ね石丸ね石丸君を応援してるわけじゃないんだよねと言いながらはい、はい、こうなんです。 やっぱり地方を経験した人間、はい、ご自分ですよね。宮崎県知事でしたから、やっぱり地方を経験した人間が、僕はね、東京の市長さんにならなきゃいけないと思ってんだよね、と言って、いやいや、これはね、あくまでも一般論な話ですからね、と。私は別に石丸ね、石丸君を応援はしてませんからね、と。これをね、この動画の中で盛んに言うんですよ。で、この理由というのは、これはね、あくまでも、おまあ、宮崎の、まあ、PR、これ動画ということになりますから、ここで石丸さんをね、石丸頑張れ頑張れってなってやっぱりおかしいでしょう、と。 だから、あくまでもそうじゃないと、でね今回、石丸さんを呼んだのは、石丸さんという時の人を呼べば、この YouTube の再生回数が上がるだろうと、そこでこの宮崎のいろんな名産品とか、そういうのを見せていけばね、これ、宮崎のためになるじゃないかと、そういうことでやってるんだと、だから、えー、本当はね、これはもう見れば分かりますけども、僕は君を応援したいんだけど、いやいや、大っぴらには言えない事情があるんだと、だから一般論ですということを、3回もね、4回もこの中で言っておりました。 はいそんな形で笑いを取ってますんで、まあ、石丸さんもね、これ、ニッコニコでね、まあすごいこなれた、まあ、いい感じだったですよ、さあ、そしてね、これ、結構後半に出てきたんですが、ちょっと私が気になったのは、これなんですよ、ボランティアの動きを見たと、被害者がちょっと真剣な顔で言ってたんですけども、これはね、新宿のアルタ前、あの雨が降るアルタ前で、この石丸さんが演説をしたときに、こそっとどうも見に行ったらしいんですよね、でその時に、ボランティアの動きが気になったから、見ていたと彼が言うんです。 何の話をするんだろうなと思っていましたらボランティア、はい、入らないでくださいとかね要はねこういうことなんですよすごく組織化されていてこんなによくできたボランティアってすごいなと思ったと言って感心しているんですでここからねボランティアの話は結構出たんですけどもあの私、これに関してはうーん、どうなんだろうとちょっとねなんかあの頭に、ね、いろんなもよぎりましたよね。 というのもボランティアが4000人、5000人集まってきたという話ね、これ皆さんご存知だと思いますけれども、このボランティアというのは、本当にボランティアなんかかいなと、はい、そういう話がネットでは出てますよね、こんなに集まってくるかと。 でこの東さんの話を聞いているとやけに組織化されてねよくできたボランティアだと。ということでどうですかこの話をつなげるとあれおい、待てよと。本当にボランティアかと。なんか組織化された連中じゃねえのっていう疑念が湧いてきますよね。はい、ただこれはもちろん仮説な話であってあの、まあ、別に疑う動向じゃなくてあこういう、ね、疑問を持つ人が現れてきても不思議じゃないのかなと私はね、このボランティアの話を聞いてて思いました。でね、ボランティアの話からいやちょっと面白かったんですけどもポスター 刑事貼りねポスターの貼りあのあ話になったんでですよでこれでねああなるほどなーと思ったんですけどもこのポスター14,200か所これ貼るなんか大変でしょところがね今回はまあこのボランティアの皆さんのおかげで本当にあっという間にね貼れたというんですよでところがね、えー、今いろんな政党がありますけどもこのポスター貼りが一番早くて迅速に完了する政党はどこかって話になってあどこだろうと思ったんです皆さんどう思います 共産党ですって共産党はすごいらしいですよねとにかくあの組織力はすごくて本当にねよーいドンってやると1時間か2時間ぐらいで全ての掲示板にポスターが貼られるそうですだからね蓮舫さんはそういう意味もあって共産党と組んだんじゃないかってねそんな話も出ておりましたがこれもねなんかうんサにあらんという感じでなるほどななんて私は思ってね聞いておりましたでこれはね2007年の話らしいんですけども実際業者に頼むとね800万ぐらいの見積もり提示 されたって言いましたねこれ東さんがねいやさすがに800万はちょっと考えちゃいますけどもただ業者に頼めばあっという間にできるというねそういう話なんですよねさあそれでまあ東さんね、えー、まあ和やかな雰囲気で話をした とは言ってましたけども、まあ、それなりに話はね、こう突っ込んでね、聞いていたわけなんですよね。で、やっぱりこれ一極集中って話があったでしょ。で、あれを、最初は石丸さんは上げていたんだけども、途中で上げなくなっちゃったよね。あれは俺は気に食わねえみたいな、そんなことを言ってたわけなんですが、まあ、結論としてはね、これ、東さんの口から出たんですけども、一極集中ってことを東京都知事選でやると、必ず落ちると。あれは絶対に東京の人には受けないと。でもね、その文言は消え,て消えてるんだけども、リバランスっていう言葉があったから、まあまあこれね、石丸さんは、 その考実はね、ここで出た会話なんですけども、実はこれね、私もこれは、ねあのー、同感なんですけども、例えばですね、これ、宮崎の特産のマンゴーかな、ライチかな、なんかそんな話をしてたんですけども、これ、地方が疲弊して、マンゴーを作る人が、ね、減ってくると、 当然、マンゴーの出荷量は減って高くなると。だから、今まで東京に安く入っていたものというのが高いマンゴーになってしまって、東京の人は困るんだと。で、これは一例なんですけども、これに関してはね、実は私もこれ、石丸さんとそんなに考え方変わりません。地方が疲弊して、東京だけは一極ね、ワイワイやってると。これはね、 確かにおかしいんですよ。で、日本全体としたら、それは明らかにまずいと私も思ってますので、地方はね、活性化しないとまずいと思います。ただ、たまたま石丸さんというのは、この東京をね、なんか潰すみたいなことを言ってしまったもんですから、おいおいというね、反発が出ただから、私ね、これに関しては別に石丸さんの言ってることはね、間違ってないと思いますし、この考えというのはちゃんとね、私、石丸さんにあると思ってますよ。これ絶対あの間違ってないと私は思っております。ただね、うん、やっぱり気にかかるというのは、いくらね、 部分部分で石丸さんに納得する部分があったとしても上野千鶴子さんとかねああいう根本的なところあとはねこれは関東大震災のあの朝鮮費の問題ですけどもああいうところで大きくね方針が変わってしまうと例えばね50個いいことやっても2つ3つのこれだけは絶対に譲れないっていう部分があっちゃうとやっぱりこれはね応援するわけにはいかないってことになっちゃうんですよねはいこれに関して私はそういうことになっています でねこの東さんがなんで石丸さんにシンパシーを感じてるかというねこういう説明があってねああこれはねまあまあこれは人として理解できるんですけども全く境遇が同じだっていうんですよつまり政治の素人の世界からポーンと飛び込んでいきなり市長つまり宮城崎県知事になりましたで相手はねオール野党なんですよで向こうの気持ちはどうですか外から来やがってとしかもお笑いだとなめてんじゃねえぞこの野郎まあそうでしょうね議会としてはでそういう形でもう最初は 1> 1年間とというのもどううのどしようもならならかったとだから僕もね石丸君の気持ちはよくわかるんだと。でえそして東京都知事にこの東さんも2007年チャレンジしてますからそこも全部同じなんだと。うんだからシンパシーが湧くんだよなと。で唯一ダメなのは僕はドゲンとせんといかんというああいうね流行語を作ったんだけどもあのねうん石丸君と君がダメだったのは。 恥を知れっていう標準語で言ったことだと。あれを秋高田弁かなんかで言えば今頃ね、今年の流行語大賞だわ。そうしたら俺と全く売り二つじゃねえかと。真似しやがってこの野郎みたいなねえ。そんなことで笑いを取っておりましたけども。まあそういうことがあって東さんとしては、まあ、非常にね、うん、シンパシーを感じているんだなということをね、私は感じましたよね。はい。うん、そんな形でね、いろんな、特にまあ一曲集中の話というのは、うん、うん、ガン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 これはね、しておりましたね。あ、そうそう、もう一個だけね。これはね、一番今回 今回のこの対談の中で、この石丸さんが言ったことでね、これは言えるなと思ったことがあります。はい、これはね、ぽっと思ったんですけども、あの、掲示板の問題があるでしょ。で、今回の掲示板、ひでえなって話になったんですが、そこで石丸さんが言ったのがね、なんで掲示板を先に設置してからみんなで貼りに行かなくちゃいけないんだと。掲示板をあーいろんな場所にね、設置する前に、ポスターを全部1箇所で貼って、それから設置すればいいじゃないかと。そうすれば、あんなバカな無駄な、ね、労力を割く必要がないと。 これはね私も全く気づきませんでしたこれ石丸さんが言ってあそれは言えるなとそうじゃんかと最初にポスター貼ってそれで業者に任せてね税金でねこうやっていけばいいのにあのねポスターをボランティアで貼るっていうのはある意味資金力があるとか勝っちゃうわけでしょだって資金力がないところっていうのはあれをね貼るっていうのはほぼ不可能になってくるのでこれ差が出ちゃいますもんねでこれに関して私いい案だと思いましたでまあ掲示板をねそのものをなくせって案もありますけども掲示板を続けるのであればあそういう 方針さっきの新たなんですけどもこのね無党派層が、まあ、お客さんとしてね多かったとあそれで石丸さん言ってましたけどもあこれね石丸さんが言ってたことをそのまま伝えたいと思うんですけども最初はね 50代とかそういう上の層が私の支持者だったんだけども、だん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 若手の方に支持が増えてきたと。ねえー、それで今はもう全般的にこう鳴らすような形で支持者が増えてるから、非常にいい手応えだと言っておりました。でね、まあ、これに関してはね、実際ね石あ、石丸さんがね、伸びしろあるのは事実ですよ。まだあと5日ぐらいありますけども、伸びしろは間違いなく、これは石丸さんでございます。で、蓮舫さんはもう自利品と。まあ、この構図は変わんないでしょうね。さあそしてて最後にねリクルーティングがどうのこうののこ 書いてるんですけどもはい、例の,あのサンジャポファミリーでございますよこれはね、もう想定できますけども今すでにテレビ各局は明らかに水面下で 石丸さんに接触してますよ。東京都知事、おそらくね、まあ、おそらくと言いますか石丸さんがなることはないだろうと、それを見越した上で、東京都知事選後のいわゆるコメンテーターですよ。もう女も引く手あまたに決まってるでしょ、私性がありますもんね。皆さんもそれは納得しますよね。この石丸支持派であろうが、アンチ石丸であろうが、これは引っ張られるのは間違いありません。で視聴率 面稼ぎますよだってそんなの明らかじゃないですか。だからテレビは目をつけてますので、石丸さんはね、これでまた知名度がドーンと出ると。で、今回ね、バーっともう日本中に名前と顔が売れています。しかもね、テレビが勝手にどん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 やってくれてるわけですから、こんなにありがたいことはないです、石丸さんにとっては。私もね、他の動画で言いましたけども、こういう形でね、この4人を並列にマスコミが出しちゃったでしょ。だから、小池さん、ね蓮舫さん、もう顔知れてますよ。だから、石丸さんが一番得をしています。で、バーっと顔が売れました。そして コメンテーターで声がかかります。また全国放送に顔が載ります。で、この段階で国選出れば一。 罰ですわね、はい、だから石丸さんが今回の東京都知事選挙では私は一番得したと思っております。これはね、してやったりですよ、石丸さんにとってはね。私はまあいろいろ疑念は持ってますけども、ただね、そういうふうに客観的に見る分には石丸さんが得をして、うん彼が一番ね、良かったというのは、これはね、事実だと思いますよね。はい、そういうことで今回ね、石丸慎二 vs そのまま東ということで、41分の対談ね、すべて見た感想をね、まあ、ピックアップなんですけども、お届けさせていただきました。はい、そして最後なんですけどもここれがね、この,その そのまんま宮崎の最後の画面でしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますってことですけどもまあ、今回ね、これをお借りしましたしまあこれはね、宮崎のこれ、まあなんでしょうね、わーっと活性化するためのこれ動画だと思いますのでぜひ皆さんね、このそのまんま宮崎これね、東さんがこういう MC やっておりますのでぜひ見てくださいチャンネルの URL というのはこれ概要欄に貼っておきたいと思います そして最後は私の宣伝なんですけども、日本人のいかえチャンネル2もね、えー、絶賛これはね、好評でこれやっておりますので、こちらの方もね、えー、チャンネルの URL 貼っておきます。えー、ぜひこちらもご登録お願いいたします。はい、じゃあ今日はそういうことでございました。以上です。